スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。いいところは、うん、まあ本当に運動量高いしテクニックいいし、悪いとこは背がちっちゃい意外に練習前1時間前とかに来て、あのエクササイズとか体感して体を作ってるっていうとこはプロとしていいとこじゃないですかね。悪いとこはちょっとメリハリがないですかね。ちょできるっすよあいつ。悪いところは遊んで遊んでいる。遊んで大好き。遊び大好き。遊び大好き。あなた遊び大好き。いいとこ、うん、いいところは あるかまずはね、あいつはもう本当に人懐っこくて、もう誰からも愛される性格ですね。松のことを嫌がる人っているのかなっていうくらい、うん、その僕はまず好きですね、いいところは自由なところ、悪いところは、自由すぎるところ。まあすごくプレーにしても生活にしても自由なので、それが松の良さだと思うし、ああいう、ユーモラスなプレーだったりっていうのはなかなか多くの選手ができるプレーじゃないので、それがいいところだと思いますけど、もう少し、自分を律する自立をできればもっとすごい選手になるんじゃないかなと思います。いいところは何も考えてない、悪いところは何も考えてない。ない。だらい、うん、いいとこでも悪いとこでもある。人懐っこいところ、気遣い。まあプレーの中だったら松はサッカーの頭がいいから、そういう判断もいいし、例えば局面打開できるところが松の持ち味 でももっともっと、松一人で局面打開もできると思うし、これで得点がついてきたらもうワンランクツーランク上がると思うし、そこを期待してます。ない。髪の毛の色ぐらいかな。